暖かい空気がここまで来ようとしてもこの辺ずっと冷たい空気が強すぎてですね、ずっと冷たい空気に覆われたままで低気圧が冷たい空気と暖かい空気の境目にいわゆる雲ができるから、はい、そこの雲というのが冷たい空気のラインを教えてくれてんじゃないかと。そうだ、もしそうだとすると冷たいところにこう低気圧がやってきますから、そうすると雪になるかもしれない。じゃあそこの下に雲がなければなければもう話は簡単で、もう暖かい空気が入ってきます。はあ、と考えざるを得ないじゃないでしょうか。テロの背景にあるフランスの移民問題とはどのようなものなのでしょうか。専門家を交えて解説します。お客様です。